キジムナー、沖縄独自の妖怪である。ガジュマルという古びた木の精霊であるとされ、子供あるいは赤ん坊くらいの大きさで全身が毛に覆われている。性格はいかにも南方の妖怪らしく、あまり陰にこもったりはしない。牛や馬などにいたずらして飛び跳ねさせるなど、たわいのないことをする程度で、魚やカニなどを好んで食べる。旧暦8月10日は妖怪の日といって、全ての妖怪が出る日とされているが、この日にキジムナーの日を見物に出る人が多いという。